ていただきたいと思います。羽衣掃除さん、キッチンがステージ状になってるやつだと思う。はい、こちらですね、日本災害食に認定されているもので、実は視聴者さんにいただきました。今日はね、五目ご飯いただきたいと思います。こうやってね、必要なものが書いてあるので、まあ作りやすいかなと思いますね。水の量は 170ml でできるんだって。すごいね。大盛り1杯分出来上がるということです。お腹いっぱいになるね、割とね。まあ水だと60分かかるそうですね。熱湯でも15分かかるっていうことで、結構乾燥してるお米なんでしょうね。で、気になる栄養成分表示。これ1袋 100g 入ってて、熱量が361kcal、タンパク質で 6.6g、脂質 0.8g、炭水化物 81.8g、食塩相当量 2.1g でございます。まあ、実際ね、作ってみましょう。いきまーす。切り口あるから、そのまんま、そのまんまいきます。で、これも中にスプーンが入ってて、あとね、あれが入ってるんだって。これ。これね、取り出してくださいね。なんかこんな感じ。見えるかな、カメラ。結構乾燥して、ちょっと手に取ってみていい？こんな感じ。こんな感じです。本当にもうカラッカラ。お米なのこれぐらいカラッカラ。あ、あとね、これね、お水注ぐときに、こっち側にはお水を注ぐ線がなくて、こっちの表紙側に注水線っていうのがあるから、これに沿って注ぎますよ。いきまーす。で、作り方見ると、注いだらすぐに混ぜれって書いてあるので、ちょっとガッガッと混ぜます。で、混ぜたら、これを閉めて、今ね、ちょうどお腹空いてるので、お湯で15分で作りたいと思います。災害時はね、お水で60分なので、お腹空きそうな時間の60分前を逆算して作んなきゃいけないってことですね。はい、これ面白いですよね。羽衣フーズさんでこういうのが出てましたけど、シーチキンがステーキ状になってるやつだと思う。この触ってみた感じの形が。で、これももちろん常温でも食べれるし、温めても食べれるということで、まあ、袋を開けてね、このまま食べれますっていうことなので、いいですね。手軽すぎる。で、気になる栄養成分表示。1袋 40g あたり、エネルギー 47kcal、タンパク質 11g、脂質 0.3g、炭水化物 0.1g、食塩相当量 0.7g となっております。ちなみにこのガーリック醤油なんですけども、いろんなね、味が何種類かあったので、順番に食べてみたいと思います。はい、ではこちら、時間経ちましたので、食べていきたいと思います。でね、ついでにね、これもいただきたいと思います。これね、ガーリック醤油だって。でもね、ほんと災害時なんか洗い物できない時なんかもこのままかじっちゃって、そうだよね、全然いいと思うんですけど、ちょっと今撮影バージョンなので、中身こんな感じよっていうのをね、こんな感じでーす。ね、美味しそう。こんな感じ。香りはね、すごくいい。ご飯どうなの？よいしょ。あ！うわー！あ！ちゃんとふっくらしてる。すごーい。ふっくらもっちりしてるし、
ごぼうのいい香りがする。へえー、ちょっと食感とかがどうなのかちょっと気になるとこだな。こんなにモリモリしたら落ちちゃうかしら。こんな感じ。うん、しっかりしてるよね。こんな感じでございます。香りがね、とにかくいいね。うんうんうん、じゃあいただきましょう。はい、いただきまーす。いいよ、ごちゃ先。あ、じゃあ、うん、五目ご飯をいただきます。多少お米の粒が普段こう食べているお米に比べたらちょっとちっちゃさを感じるのかもしれないけど、あのね、それを抜きにすればもう普通です。うん、国産米 100% だって。うーん、うん、うん、いただきまーす。香りがとにかくいい。うん、香りがいいね、すごくね。ごぼう、たけのこ、こんにゃく、干し椎茸と乾燥椎茸、乾燥人参が入ってるんだけど、野菜の香りがめちゃくちゃする。うんうん、そうだね。うんうん、え、普通に美味しい。少しもち米っぽい感覚があるので、手についてもポロッと落ちず手から離れないみたいな。あ、それもある。うん、そういうのもありますね。うん、うん、あの普通にこう売っている五目ご飯のなんていうの、五目、うん、に比べて若干こうこんにゃくとかちっちゃいんですけど、それはそれであの問題なく美味しくいただくことが、うん、できます。うん、うん、ではじゃあちょっとシーチキンの方いただきます。ガーリック醤油。そんなね、ガッちゃんガーリック嫌いっていうか苦手じゃん。全然そんな強くないよね。え、大丈夫だから。ガーリックなのこれ。うん、ガーリック醤油って書いてあったよ。ガーリックの感じがしないね。ね、ガーリック、もしかしたらガーリックっていうのがすごい好きな人には物足りないかもしれないけど、まあでも避難所とかであんまちょっとガーリック臭させられてもあれだから全然気になんないよね、これ。でお肉としては、うん、まあまああのシーチキンっていうあの商品名が入ってるだけあって、シーチキンを固めたような感じ、うんうんうん、ではありますよね。うん、これね、キャンプにも使えると思う。パンに野菜乗せて、これ乗せて、挟んで、マヨネーズとかちょっとやっても美味しそうだね。うん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 。そうだね。うん、全然くどくなくて、よきよき。なんか、シーチキン、ツナ缶のさ、缶詰で食べたことあるけどさ、うん、この塊で食べたことが初めてだからさ、そっちの衝撃が結構大きいかもしれない。こんな食べ方できるんだ、みたいな。そう、あのちょっと塊の状態でなんだろうな、バーベキューで網焼きした後みたいな、うんうんうん、そんなのを感じさせてくれる、シーチキンですね。うん、どうだろう、網焼きの上にこうねガーリック醤油をこう塗って焼いてましたみたいな、そんな雰囲気を感じるよね。うん、美味しい。うん、さらっといけるね、ほんとね。食塩相当量をもうちょっとね抑えることができると思うの。こんだけ野菜のいい香りがしてるから、食塩相当量 2g を切れると思うのでちょっとやってみてほしいな。でも防災食難しいとこだよね、やっぱ保存にはさ、塩か砂糖って感じだよね。ある程度塩分も摂取しないといけないからってところもあるんだと思うけど、うん、塩分気をつけなきゃいけないむっちゃんみたいな人も中にはいると思うので、うん、気持ちも少し抑えてもらえると嬉しい。ありがたいですな。でもね、うん、このねメーカーさんすごいと思うんだけど、アルファ食品さんすごいと思うのが、
あのアレルギーの27品目とかいう肩書きあるじゃん、うんうん、それを使ってないの。あー、俺はありがたいね。うん、エビカニ、小麦、そば、卵、乳製品、落花生、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイ、牛肉、クルミ、ゴマ、鮭、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、松茸、桃、山芋、リンゴ、ゼラチン。こんなにアレルギーってあるんだね。てかね、こんなにアレルギーあるんだね。ゼラチンなんてのもあるんだね。うん。山芋とかなんかこの辺食べるとってよく言うからあれだけど。牛肉とか豚肉のアレルギーってあるんだね。鮭とかもあるのね。うん。ちょっとこういうの見ると、いろいろ悩まれてる方もいらっしゃるんだね。うん、だからアレルギーの人でも食べれるっていうのは本当大きいよね。うん、今普通にご飯になっちゃってるけど、普通にご飯で食べれるぐらいってことだもんね、つまりね。そういうことだね。うん。うん。あの防災食ってさ、うん、この動画を撮るために、ま、千葉のね経験もあって実際に食べてみようっていうのもあったんだけど、そこが一番大きいんですけど、こんなに普通に食べれるものだっていうのを知らなかった。今の今まで。ああ、なかなか、こう買って、うん、賞味期限近づいたら食べましょうなんて思いながら、うん、買ったりとかすると思うんだよね、基本ね。うんうんうん、で気づいたらもうさ、もう奥の奥に行っちゃっててさ、っていうので結局食べるよりも手を捨てちゃったとかいうのをよく聞くのね。ああ、もったいないね、うん。食べ物捨てるなんてありえない。なので、まあ、今回こうやって僕ら、やってますけど、もしあのお時間あってやってみようかなっていう方はぜひ、実際ちょっと家にあるやつ、もしくはなければちょっと一つだけでも実際試してみるっていうのも大事なことなのかなって、うんうん、実際こうして見るんだっていうのを、まあ、見てその後触れて実際感じてみると、うん、やっぱまた見方も変わってくると思うので、うんうん、いざっていう時に実際実践ができる。そうなの。うん。あのね、千葉でも聞いてきた。まさか自分がこういう食事を食べることになる日が来るとは思わなかったっていうふうに言ってる方もいて。で、まあ、その時は初めてあの、カロリーメイトみたいなやつ。うんうんうん、初めてだわ、こんな食べることになるなんてっていうふうに言ってる方が、結構一人じゃなくていらしたので、ね、やっぱ馴染みがないものを、本当に困った時に食べるっていうのが受け付けられないと思うから、ちょっと慣れるのはいいかもね。だからさ、あの、防災の日なんかに、うん、その日だけ夕食を全部ちょっと防災用品で練習してみるみたいな。うん。ありかもしれないですね。まあ、あとその一週間一品だけこう続けてみるとかね。うん。うん、まあ全部っていきなり難しいと思うから、うん。なんかそういう防災ウィークでもいいから、なんかちょっとやってみるといいのかもしれないですね。うん。うんうん、はい。ごちそうさまでした。